赤狐、赤狐、赤狐、ベルピースベルピースは、猫目犬か狐族に属する哺乳動物の一種。全帰宅を中心に、世界中に広く分布し、特に、ユーラシア大陸北部と北米大陸の住民にとって、最も身近な狐である。その名の通り、毛皮は赤みを帯びた褐色を基調とするが、天然の灰色の遺伝的多系、銀狐が見られる。 さらに、銀ギ狐ギの家畜化によって、人に慣れた品種も生み出されている。日本には、他のキツネ族の動物は自然分布しないため、日本語で単にキツネという時は、通常赤狐を指す。英語でも、イギリスとアイルランドでは、他の野生の犬化動物が生息しないため、赤狐が単にフォックスと呼ばれる。赤狐の生息域は、 地上性の食肉目の中で最大であり、北、アメリカからユーラシア、さらに一部は北アフリカに及ぶ。そのため、赤狐は数多くの足を持つ。日本列島近傍では、北海道、カラフトに、北狐列島の、それ以外の地域に、ホンドギツネという足が、それぞれ生息する。千島列島には、ベニキツネ、クロキツネなどの足も分布する。 さらに赤ギツネはオーストラリアに移入され、在来の固有動物の捕食者などとして、深刻な環境破壊を引き起こしている。また、世界各地で、エキノコックス症の原因となる、短方常駐や多方常駐宿主として、影響を与えている。インドにはサンアシュが分布し、モンタナ赤ギツネは、ラダック地区を除くジャンムーカシミール、白アシギツネは、 ラージャスターンのタール砂漠とグジャラートのカッチに生息する。体長45.5から86.5センチメートル、尾長30から56センチメートル、体色は普通、赤サビ色で、腹側は白く、黒い耳の先端と、足、ふさふさした尾の先端の白が目立つ。赤の度合いは、シンクから金色と幅があり、実際によく見てみると、おのおのの個体の毛は赤、茶色、 黒、白の上の入ったブチ模様かアグウチである。野生においては、さらに別の二つの色が見られることもある。一つは銀、または黒で、野生の個体の10%、養殖される個体のほとんどを占める。およそ30%の個体には、さらに黒い模様があり、通常は、肩と背部の中央下側に、島として現れる。このパターンは背中に十字架を作るため、 このような狐は十字狐と呼ばれる。家畜化された養殖の赤狐には、ブチや島などを含む、あらゆる色が見られる。目は、鐘から木で、猫か動物のような盾に裂けた瞳を持つ。その素早さもあり、赤狐は猫のような犬かと形容される。長いふさふさとした尾は、身軽な跳躍の際にバランスを取るのに役立つ。 獲物を捕らえたり捕食者から逃れたりするための走る速度は時速 50km に及ぶ。成獣の体重は2.7から 6.8kg になるが地域により異なりヨーロッパの個体は北アメリカの個体より大きくなる。秋と冬にはより暑い毛皮である冬毛を生やし寒冷な環境に対応する。春が始まるとこの毛皮は抜け落ち夏場は短い。 夏毛で過ごす。日本に生息するホンドギツネとキタキツネを比較すると、ホンドギツネの方が、毛色がより暗褐色で体調が、やや小さい。足先が黒くなく、キタキツネが、大陸の赤キツネと同じ頭骨を持つのに対し、ホンドギツネの頭骨は、微妙に異なることや、キタキツネの乳頭が8、または6個であるのに対し、ホンドギツネは10、または8個と多いことから、 アッシュではなく、日本固有の新種である、可能性もある。ホンドツネ、北狐ツネ参照。大草原や低木地から森林まで、赤狐ツネは多様な生物群系で見られる。低緯度地域に最も適しているが、極北にまで進出し、ツンドラ地域では、北極狐ツネと直接競争関係にある。欧米では、郊外や都市部でさえ見かけることができ。 外獣であるアライグマと縄張りを共有する。赤狐ツは、月子類、ウサギ、昆虫類、果実、ミミズ、卵、鳥類、その多少動物を食べる。四十二本の強力な葉でそれらを捕らえ、追加値0.5から1キログラムの食物を摂取する。都市区域でも、庭や荒地で月子類や鳥を狩ることはあるが、主に家庭のゴミに頼っていると思われる。れに、 北極狐つめの子供を狩る場合もある。犬化でありながら、体の特徴や行動が猫に似ているとされており、その理由は、効率的に月種類を捉えるという共通の目的による修練進化の結果と言われている。様々な生息地に応じて、様々な修正を持つ。バイオロジーコンサバベーション・オブ・ワイルド・ケイニズにおいて、デイビッド W ・マクドナルドとクラウディをシジェロイコール。 すびりは、二つの赤狐つねの集団は、生態的に別の種のように異なりうると述べた。主に白明活動性で、人間の手の入った人工照明のある区域では、夜行性になりがちである。つまり、夜間と黄昏時に、最も活動的である。狩りは単独で行うのが普通であり、食べきれない獲物を得た場合は、それを埋める。普通は、おののの縄張りを持ち、 単独で生活し、冬にのみペアを形成し生活する。縄張りの面積は5 0キロメートルほどと考えられており、食料の豊富な場所ではより狭く1 2キロメートル以下になる。縄張り内には複数の巣穴があり、これらはマーモットアナウサギなどの別の動物が掘ったものも含まれる。平和的に捕食動物と巣穴を共有することもある。より大きなメインの巣穴が居住。 出産、子育てに使われ、縄張り中にある小さな巣穴は、緊急用と食料貯蔵の目的がある。しばしば一連のトンネルはメインの巣穴につながる。本種一頭あたり、尾の真下にある終戦の特有の匂いでマーキングされた 1km の土地を必要とするとされる。冬になると、主に一夫一歩制でペアを作り、毎年4から6匹を協力して育てる。 コギツネの天敵は、猛禽類だが、約8から10ヶ月で成熟と共に育つ。しかしながら、あまり調査の進んでいない、様々な理由から、副根、一夫多妻、一妻多夫の習性もある。副根の証拠として、繁殖期のオスに余分な移動が見られること、さらなる相手を探していると見られると、オスの行動権が、複数のメスの行動権と重複することがある。 成獣十匹以上の群生もある。このような変化は食物のような重要な資源の手に入りやすさと関連があると考えられいる。この群生の修正の理由はあまり解明されておらず、ヒブリーダー、繁殖に直接関わらない群れのメンバーの存在が一服のこの生存率を押し上げると信じる研究者がある一方で優位な違いは見られないとも言われ。 またそのような群生状態は餌の過剰供給によって自発的に作られるとも言う。社会的に狐のコミュニケーションは身体言語と様々な発生によってなされる。キャンキャンキャンと三回学呼び声から人間の叫び声を想起させる悲鳴に至るまでその鳴き声は非常に多様で変化に富む。匂いによっても連絡を取り合い縄張りの境界は糞と尿でつけられる。 求愛行動は、二匹の泣き交わし、急ーーンを伴う追いかけっこ、互いに向き合い後足で立ち上がるダンスで構成されている。稀にオスからメスへ小動物がプレゼントされることもある。個体同士の優劣は互いに口を開いて、大きさを比べ合うことで決定して、しま、直接攻撃することを極力避ける。負けた方は、ヒート泣いて腹をよじる格好で地に伏す。 求愛を受けたメスが拒絶するときもこのパターンである。また口の大きさを比べ合うような仕草は挨拶として、兄弟同士でもしきりに行う。繁殖期は、その広大な生息域によって異なり、南方では12月から1月、中緯度では1月から2月、北方では2月から4月となる。メスは日ごとの発情周期を1から6日間続け、排卵は自動的になされる。 公説はやかましく、時間は、通常5から20分、30分以上かかる場合もある。メスは、複数のオスを交尾の候補とするが、権利を得るために互いに、戦い、最終的に1匹のオスに決定する。オスは、メスが出産する前後、餌を与える一方で、メスは子狐と共に、育児室で待つ。一服の子の平均数は5匹だが、 多い時には十三匹に及ぶ。新生後は目が見えず、体重は約百五十グラム。生後二週間で目が開き、五週間で巣穴の外へ出てきて、十週間で完全に一離れする。同年の秋に小狐は一人立ちして、自らの縄張りを必要とする。生成塾までの期間は十ヶ月。寿命は飼育下で十二年だが、野生では大抵三年程度である。 本種は人類から好意的な印象も否定的な印象も持たれしばしば愛されまた憎まれてきた。特に英国では狐狩りが2005年2月18日に非合法化されるまで伝統スポーツとして盛んだった。伝承狐物語などに登場する狐は狡猾な悪役であることが多いが時には人間の支配に打ち勝つ弱者として現れる。日本人は 古来より狐を豊作の霊獣として敬い、妖怪として恐れ、伝説や民話を数多く残してきた。詳細は、狐の日本人と狐の関係の項を参照。他の野生動物のように、狐は薬病の伝播者とみなされた。赤狐は害獣の捕食によって農業を助けるが、課金経由のペストと関連付けられたのである。 また、毛皮産業にも赤狐の需要がある。自然ドキュメンタリーにおける壮大な視点と、フィクションにおける同情的描写によって、近年赤狐への評判は改善した。大きな文化的衝撃を与えたのは、スコットランドでは2002年8月、イングランドとウェールズでは2005年2月の狐狩りの非合法化であった。また、香港では赤狐が、 野生動物保護条例の保護種となった。本種はスポーツとしての狐狩りを目的として人為的にオーストラリアに入,入されたが、これら野生化した赤狐による生態系の崩壊が懸念されている。オーストラリア政府によれば赤狐が狩りのために導入されたのは1855年のことだが、その後広く分布するようになり、絶滅の危機にある 在来種の動物を減少させる大きな原因となっている。ウエスタンシールドと呼ばれる計画で、西オーストラリア州政府当局は、航空機と都市による毒への散布を実行し、ほぼ3万5 0 0 0トルの範囲のキツネとの猫をコントロールしている。西オーストラリア州環境保全省は、持ち込まれた捕食者が絶滅させた、州内の在来種は10種に及ぶと、見積もり、 ウエスタンシールドでは16種の保護を目標とする。タスマニアは2001年までキツネのいない島であったため、キツネの野生化の可能性はかなりの懸念を引き起こした。現在、キツネ1匹に対して1000ドル、移入の情報に対して5万ドルの大きな報酬が支払われる。成功はオーストラリア在来の犬ギンゴの再導入による野生化ギツネのコントロールとそれに伴う、 在来動物賞にも見られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。